洋服、洋服、ベスト、ワンピースにベスト合わせてるだけだよ。どこの洋服、ちょっと全部はわからないけど、上のベストは、デイジーローかな。で、このワンピースが17kg で、このこれがなんかどっか知らん通販で買ったやつです。今日のリップはオレンジ色、うん、ピンク、赤、なんか何これ、いちご、あ、はっ、チョコフォンデュだ。私が今一番やりたいこと、ナンバーワン、チョコフォンデュ、チョコフォンデュしたい。いちごに、いちごチョコした。ハルカムラがリカ姫を監視してるよ。え、怖っ、見ないでください。せっかく来れたけどちょっとしかいない。いやいや、あなたさ最近来ないですよね。食べることできるの？どういうこと？食べることできるってどういうこと？食べれるでしょ、チョコとイチゴなの。どういうこと？よく分かってないや。クマ、クマもくれた、ありがとう。なんで最近毎日配信してるイベント、うん、気分。気分です。そんなに珍しいですか、私が配信するの。なんか自粛だから外にも行けなくて、でやっぱリモートワークとかそういうの多いじゃないですか。そしたらあの化粧はするんですよ、リモートだとって。でもそれぐらいしかない時とかにやっぱもったいないなって思うから配信しようって。でも今日はね、こっそし配信だから、みんなツイッターにあれしちゃダメだよ。今日はこっそし配信だから、あの、ツイッターにシェアしてないんです、私。気づきました。気づきましたか？なんでかっていうと、今日はなんか病んでるから今日は病んでるから、今日は病んでるから元気が出ないから、ちょっと元気になったらツイートする。みんなに元気にしてもらいたいから配信した。泣いてるかに、泣いてはないよ、泣いてはないけど病んだ。
やみき闇木なんだ。みんなは何してるの？配信見ながらご飯。シェアしちゃダメです、ツイッターに。これはもうコスト支配信なので内緒。変な底辺記者が来ちゃうから嫌じゃん。それでなんか中井理香なんかなんとか配信みたいなさ書かれたらさちょっとうざいから。そう、リカが元気になったらシェアしてもいいよ。それまではシェアしちゃダメ。わかった？何かあったの？いや、なんか定期的に来るんですよね、この私の死にたい期間。もう無理ってなっちゃう時が定期的に来るんですけど、今はそれつらいかもしれないですけど、例によって例のごとく病んでたので取れませんでした。すみません、本当に昨日壇上に上がってくださった方々。断密に見えちょっと待って見えないだろう。断密さんの方が1000億倍ぐらい綺麗な顔してます。昨日の夕方のやつもかな。うん、なんか昨日の夕方のはなんかちょっとだけやったんですけど、夕方に。それはなんかね、なんか出禁の人が壇上に上がっちゃっててちょっとどうなんだろうっていうところがあって、それ以外の人をやるかどうか迷っているところですね。っていう問題とかありつつ、そうそうそう、そうなの、そう、2位と3位だけ。そうだね、そうするわ。そうしますね。皆さんごめんなさい。で、2位と3位の方、あれでもいいですか？6画面では大丈夫ですかね。夕方のやつだったので。あの時は何着てた私。何着てたっけな。ちょっと待ってよ。やばい、ヘクシュンでそう、ヘクシュン、ヘクシュンでそう、止める、ヘクシュンでそう。あれ、昨日の私夕方スクショ撮ってたよね、一応。あ、1位なんかいいなと思ってスクショは撮った気がするんだけど、あれ、どれだ、これか、これじゃないな、これか、これじゃないな。あれ、スクリーンショット、あ、こっちに入ってるかも。ちょっと待ってね。あ、あった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 。あ、え、これじゃないな。
おお私昨日何着てた？あ、マジで？誰かじゃあ撮ってたら送ってくださる？撮ってたら送っていただきたい。ちょっと夕方のはごめん、後回しになるかもしれないけど必ずやるので待っててください。とりあえず昨日のやつの動画と今日のやつの動画の分は今日載せますので楽しみに。送ってください。あ、リップじゃない方がいいかもな。インスタかな。インスタのストーリーのとこに送ってくれた方が見やすいかもしれないです。ごめんね、みんなありがとう。いっぱい気にしてくれて、もうお腹痛いストレスでお腹が痛いんですよね、私ずっと今日も。なんか良くないことを考えると良くない方向にどんどん考えてしまって、あーってなっちゃう時ありません？それです。そう、お腹痛いんだよね、胃の上のあたりが収縮されてる。ピミチャーの星になるかどういうことそういう時ってお腹痛く、そうなの、なんか緊張したらお腹痛くなるじゃないですか。あれがずっと続いてるっていう感じですね。そうなの、やばい、連続配信してるわ私元気になる、元気にならして。9時今、9時10、11、12 3時間で元気にならしていい、元気にならして。いや違う、10、11、10、あ、3時間。え、ショールーマーかもしれん私毎度ない分かんない、そんなにやるかも分かんない。1時間で終わるかもしれないけど、1時間で終わるかもしれない、ごめん。ここって病院やそうだよ、ちょっと送ってきてくれたかなみんな。私あれなんですよね、最近ハマってる服屋さん教えてあげるよみんなに。ちょっとその前に昨日の夕方のスクリーンショット誰か送ってきてくれ。あ、じゃあ2位と3位だけやりますわ、ちょっと待ってね。何の気なしにこれを排除して、ちょっと待ってや。メッセージで送りました。うん、見たよ。ありがとう。ちょっと待ってね。ごめん、みんな、繋いでて、なんか、お話しして、友達作って、今。今、友達作って、コメント欄で。気になる人の名前言ってみるんだよ、そういう時は。ビメセブンナイス。これで一旦投稿します。早めにあれしてくださったら嬉しいです、保存。もしかしたら動画がうるさすぎてあれするかもしれない、消しちゃうかもしれないから、早めに保存してね。ちょっとあれする、あ、どれでやるって言ってたかな。あ、じゃあワルキーにしよう。ワルキーのロック画面あげるよ
待たせてしまったここ、こんにちは。おい、コミュ障しかおらんのか、ここはここはコミュ障しかおらんのか。ちょっと待ってや。ピンクの魚さんだよね、3位って。ピンクの魚さんでしたよね。そうだよ、はい、言っちゃったわ名前意味ないわ昨日のだから、まあいっか。ちょっと待ってね。で2位がうーんふんだよね。うーんふんだよね。うーんふんだよね。そう、ピンクの魚が泳いでたよっていう話、あのこの間池でこれ池でピンクの魚が泳いでたどう。うん、分かってるよ。ちょっと待ってね、ワルキーのでやるね。ワルキーのじゃ嫌かな、嫌だったら嫌だって言ってみて池にピンクの魚がいた、ピンクのキワキワの魚がいると思ったんだよね。そうそう、いや、いくらね、あれでも よし、これでいいかな。これで夕方分は投稿したと思いますので、昨日の夜の分と今日の分は後で動画撮らせていただきます。友達できたみんな。じゃあ友達になった人の名前言ってみて友達になった人の名前言ってみてよ。できなかったおい、こら全員コミュ障か。いません、ピエン丸。みんな友達いないの。リガと一緒だね。リガも友達いないから誰もコラボ配信してくれない NCT ってみんなと仲良くなれたと思ってたのに、誰もコラボ配信してくれない、悲しいよ。みんな仲良くしてくれると思ってるのに、 NGT のメンバーって本当に白状コラボ申請してみれば。今誰かやってますか。ひなたんは絶対やってくれない。ひなたんは絶対やってくれない、私となんて。やっぱあいつあれだからな、あれなんですよ、ちょっとあざといところがあるんで、やっぱりリガとはやってくれないと思う。そうなの、そうなの。いや、いい子ですよ、可愛いし、いい子ですけど、やっぱちょっとあざといんで、私とはやってくれない。ひなた、私のこと構ってくれないから。
そうだよ。ピメペロピメペロはちょっとね解散しましたピメペロは解散しました。PMPR はノエノエノエはリカの似顔絵ブスに描くから嫌いノエに嫌われてるからリカの似顔絵ブスにわざと描いたんだよ。あいつひどくないひどいよ。ノエに嫌われてるんです。だからなんかノエはリカのことわざとブスに書いてた。もう今リカメヘラモード爆発してるからね、人に当たりまくるよ。そうだよ、悪意しかないよ。みんなひどくない？ノエちゃんってねリカのこと嫌いだからってブスに書くんだ。本当にひどいよね。そういうとこあるわ。悲しいわ。はるか村？はるか村はいい子だよ。はるか村はいい子だけどちょっと頭ぶっ飛んでるからついていけない。力もちょっと愛が重すぎてついていけない。あ、すごい、白いチョコレートもあるの？ I want you I love you 頭の中じゃ。そうだよ、後輩しか勝たん。愛もう2トンどころじゃなくなった。200トンぐらいある。ひなたんがコラボひなたんコラボしてくれないよ。リーガのことなんて嫌いだからね。ブーひなたんはコラボしてくれないのか。なあひなたんはリーガとコラボしてくれないのか。なあそうだよ、これはあゆ太郎とひなたんの書き技。ブー新鮮来た。来てない来てない来てないよ。私通常配信だからコラボ枠にしてない。ひなたがコラボしたい。絶対嘘だね。ひなたはありがとうなんてコラボしたいって言うはずがない。言わなくていいよ。言わなくていいよ。ひなたはありがとうコラボしてくれないのか。ノーLINE を見て。 LINE 来てる？そう。コラボ行ったらしませんかって来てる。ちょっと待って、ちょっと待って、ライブ配信一回止めていいじゃん。コラボ枠にするわ。これどう、え、コラボ枠にしなきゃいけないよね。コラボ配信ね、そういうことだよね。ちょっと待ってね、ちょっと待って、一回、え、しなきゃいけないよね。ちょっと一旦来るわ。一旦切るわ。